問題。ヤギさゆりが思う下野さんにヤギが憧れている部分は。なるほど。どこだと思いますか。書いていただいて。下野さんで憧れている部分、私が、先輩ですからね、いっぱいありますけれども、その中でも矢作が一番、下野さん、あのここ本当素晴らしい、本当ここ憧れちゃう、本当私もそうなりたいと思っているのは、どこでしょう、はい、できました、はい、じゃあ答え合わせします、せーの、おっぱい。当たっちゃったかな、当たっちゃったかな、俺も最初ね、おっぱいって考えたんだけどね、さすがになと思ったけど、いやそうか、やっぱりヤハギ、おっぱいってきたから。ヤハギはおっぱいですよ。おっぱいって書くよな、そうだよな。そりゃヤハギですもんな、おっぱいですよ。いや、でも、かなり、あ、でもあと1問。あと1問だよ。あと1問正解したらね。あ、いやおや。まあでも、ここからですから、難しいのは。そうだね。はい。じゃあ次行きます。ヤハギさゆりが思う、今一番欲しいもの、なんでしょう。難しいですよ。いやでも日頃ね、なんだかんだって言っている矢作を見ていれば、下野さんなら当ててくれるんじゃないかなって矢作思ってるんです。欲しい。軽いヒント出します？あ、軽いヒント。そうですね。まあ。常日頃下野さんは私のことを心配してらっしゃいました。これで分かる、これで分かりますよね。欲しいだよね。欲しいものです。欲しいものだよね。オブラートなんかに包まないでください。いいですか、これあのご褒美かかってますからね。そうだね。いきますよ、せーの、彼氏。下野さんいつも心配するじゃないですか。そうだ、ね、私の顔見るたびに、ね、矢作最近どうなんだ、彼氏できたか、彼氏できたかしてるからね、うどんは踏んでないかって。そうそう、その都度心配してらっしゃる。心配してたからね、ね。